皆様こんにちは。タロット歴25年目のモセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今現在聖地で浄化をしております。はい、またこれでねカードの的中率がどんどん上がっていきますので、はい、今浄化中です。はい改めましてこんにちは。はい、今日はお相手様との今後の流れ、半年間ぐらいで見てみようかなと思ってます。まあ今日が1月の上旬なので、1月、2月、3月、4月、5月ちょっとね流れを、まあ、これから長くて半年ぐらいを見ていこうと思ってます。まあいろんな恋の形があると思うんですよね。片思いの方、お付き合いしている方、復縁望んでいる方とかいろいろあると思うんですけれども、今日は本当にあの人とのこれからの流れ、少なくとも4ヶ月ぐらいは見ていきたいと思いますので、そのあたりとあとお相手様の気持ちもしっかりその月々で見ていきたいと思います。はい、選んでいただきたいのは、はい、ボトル3つ用意しております。1番の方がブルーのボトル3、2番の方がピンクのボトル3、3番の方がゴールドのボトル3です。ブルー、ピンク、ゴールド、こちらの中からお選びくださいませ。ちょっとねこれからの恋の流れ、まあ、新年も明けたことですし、2月になったらまた節分で運気が大きく変わります。そして3月は秋分の日でまた大きく大きく運気が変わってきますので、これからね本当にすごくまた変わってきます。まあ 4、5ヶ月ぐらいまで見てみようかなと思ってます。はい、じゃあそれでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番のブルーの皆様お待たせしております。はい、じゃあねブルーのボトルさんの恋の流れ、1月からねまずは見ていきましょう。これねカードはシャッフルしてるんですけれども、今再度シャッフルさせていただいております。ちょっとねいいと思うところまで、はい、ブルーのボトルさんの恋の流れ、さあどういう風になっていくかな。あ、ちなみになんですけれども、はい、見ていただいている皆様はこちらのね女性のカード、男性でも女性でもこれはあなたのカードです。そしてこちらがお相手様ということで、見ていただければ幸いです。はい、じゃあもうそろそろ良さそうです。じゃあいいかな。はい、じゃあ開いていきましょう。まず1月の恋の流れ、失礼しました、1月の恋の流れ、はい、お相手様は怒り、いいですね。はい、そして2人の関係性は船。はい、そしておっとこれはねあなたの気持ちは山ですね。なるほど、ちょっとカードをね出していきましょうか。2ヶ月目、まあね今から言う2月、ライダー、2人の間は少し雲行きが怪しくなるのかな、雲。そしてはい、あなたの気持ちはワンちゃん。はい、そしてこれは3月、お相手様の気持ちは木。おっと2人の関係釜になっちゃうで、釜出ましたね、釜か。はい、そしてお気持ちが熊。なるほど、ちょっとね2月3月すごく不穏なカードが出てます。4ヶ月目どうでしょう。フォックス、
そしてお二人、コミュニケーションは復活しそうですね、4月。そして、クロスか。5ヶ月目まで見てみようかな。はい、お相手様の気持ち、花が出ました。二人の関係には、はい、そして、よかったですね。はい、ブルーのボトルさんの気持ちが太陽。なるほど。はい。結局ね、6ヶ月見させていただきました。ですね、はい。まずね、流れを説明させてください。今、このね、1月の今っていうのが、お二人の関係性がね、船って出てるんですよね。だから、二人の関係が、まあ、いわゆる動き出したとか、前に進んでるように見えるんですよ。これはね、とってもいいと思うんだけれども、いわゆるブルーのボトルさん自体が、なんかね、すごくプレッシャーとか、ストレスとか、なんかね、とても感じてらっしゃるみたいなんですよね。なんかお相手様と頑張りたいっていう気持ちあるみたいなんだけれども、なんかね、こう頑張っていけるのかなっていう不安の方がすごく大きいような気がする。というか、ちょっと関係性見てみます。ちょっとね、関係性を見てみましょう。お二人の恋、今どんな感じなのか。お二人の恋、さあ今どんな感じなのかな。二人のね、ブルーのボトルさんの恋愛関係性をこちらのカードから見ていきます。こちらとね、こちらかな。じゃあちょっと見てみますね。はい、じゃあお二人の今の関係性、すごいね。 ここのカードと全く一緒なんだけど、怒りと船。 すごいシンクロすぎですよね、お二人の関係性。お付き合い自体は、案外長いのかもしれないけれども、例えばどちらかが転勤とか、まあ進学とか、なんかね、引っ越しとか、そういう感じで環境が変わったりしたのかなっていう感じが、今ですね。そっかそっかそっか。もしかすると、今なんか距離がある人もいるのかもしれませんね。距離ができたとかね、そういう人もいるかもしれません。だからブルーのボトルさんがすごく不安に思ってるみたいなんですよ。お相手様としては、なんかね、これからも全然変わらないよっていう、もうね、すごくこう信頼しきってるというか、ね、きっとなんかね、私たちは大丈夫だよねっていう強い気持ち、それがある。でもね、ブルーのボトルさんの方は本当に大丈夫かなみたいな、私たち頑張れるかなっていう、こう不安というかね、障害っていうのをすごく感じてらっしゃるのかなっていうのが今で。じゃあね、2ヶ月目になるとどうなるのかっていうと、少しね、不安がね、大きくなってきそうなんですよ。実際にお相手様はちょくちょく連絡をくれたりとか、例えば会いに来てくれたりっていう、いわゆるスピーディーさ、そういうものがお相手様の中にはあるし、もちろんね、ブルーのボトルさんもね、お相手様のことを信じるっていう気持ち、それはすごくあるんだけれども、二人の間でなんとなく距離が、なんていうのかな、ちょっとね、心の距離かな、それが出てきてしまうのが2月ぐらいかなって感じがしました。で、3月ね、いよいよ、これはね、ブルーのボトルさんからかな、なんかね、とっても寂しくなってしまって、感情のコントロールができなくなってしまうのかもしれない。なんかね、こんな感じだったら別れたいとかね、そういう、ことをね、言ってしまうのかなと。でもね、お相手様は全く相性変わらないんですよね。いつもいつもどっしりと、このね、ブルーのボトルさんのことを思っている。こう、激しく、なんかね、好きだよとか、
甘い言葉とかはなかなか言わない人かもしれない。でも言葉に出さないだけで、なんか精神面、いわゆる気持ちっていうのはとてもブルーの皆様にあるよねっていう感じがする。なんかね、波が激しいのはね、ブルーのボトルさんのような気がするんですよね。なんかね、やっぱりダメかもとか、もうやっぱり好きなのにこんなに会えないのは辛いとか、なんかこうお相手様は一定なんだけど、ブルーのボトルさんのちょっとね、感情の波がもしかしたら激しいのかなって感じがする。だからね、3月一旦お二人が離れるとか、離れるっていうか、こう一方的にブルーのボトルさんが言っちゃうのかなって気がするんですよね。でもね、でも1、2、そう、でも4月、お相手様からはね、ちょくちょく連絡はね、来てると思うんですよね。で、ブルーのボトルさんの方が、なんかね、未読スルーとか、まあ、既読スルー、ブロックっていう、ちょっとそんな感じになってるのかもしれない。で、4月に関してはお相手様も今はちょっと気持ちの切り替えをしようと思って仕事に没頭するのかなって感じがする。でも5月良かったですね。ようやくよりが戻るというか、やっぱりお互い離れてた期間があるからこそ、なんかね、これからも頑張っていこうっていう、すごくこう思い合ってるカード、それが出てるから、なんかね、特にまあね、このね、2月3月ぐらいの波はなかなかこう2人のね、状態はちょっとこう下降していく時期、2月ぐらいからちょっと下がり出しで、3月にはいわゆるあなた、ブルーのボトルさんの方からなんかね、えいって切っちゃうような、辛いからっていうことがあるかもしれないけど、でももう一回言うんですけれども、このお二人のご縁っていうのは、5月には、もし3月にそういう状況になったとしてもね、でも4月、ね、これ鳥っていうコミュニケーションのカードだからお相手様からは来てると思う。でもブルーのボトルさんからはクロスだから、なんかこう一旦この人のことを忘れたいみたいな、そういう流れになるかもしれない。でも6月、ほら、晴れて庭っていうカードと花と太陽が出てるので、なんかね、とてもラブラブな状態に戻っていくのかなって感じがしました。じゃあお相手様の気持ち見てみましょうか。まあね、今でもね、なんかね、ほんとね、ずっとね、思ってくれてるんですよ、このお相手様って。1月も2月も3月も。で、4月は仕事に集中するか、みたいな感じで、5月っていう風な感じだからね。なんかね、トータルで見てもね、すごく、なんていうのかな、愛情の基盤がしっかりしてるというか、そういう感じに見えるんだよね。どういう風に見ていこうかな。じゃあ、今の気持ち、3月の気持ち、5月の気持ちって感じで見ていきましょうか。じゃあね、これね、お相手様の気持ち。で、ブルーのボトルさんのことを、まず今現在1月。はい、これ1月。じゃあ次ね、じゃあ3月ぐらい。ね、もしかしたらちょっと、いわゆる離れるっていうのも、ブルーのボトルさんから離れそうな流れなんだけどね。その時のお相手様の気持ち。3月。3月ぐらいかな。はい。そして5月。再びお二人がやっぱりお互いが大切だっていうことで、まあ頑張り合っていくような、そういう時の気持ち。はい、じゃあ見てみましょう。ほらね、1月ベリースーン、お相手様ね、やっぱりできるのであれば早く会いたい、抱きしめたいっていう、とてもね、強い愛情出てます。じゃあ3月で、もしかしたら一旦ね、あなたの方から離れようっていうかもしれない。その時、ワオ、エンゲージメント出てますよ。ね、どんなことがあっても待つって感じですよね、お相手様としては。やっぱり将来のこと考えてらっしゃるんじゃないかな、お相手様は。ね、こう、辛いから別れるとか、会えないから別れるとか、こう、そういう物差しじゃないと思うんですよね、お相手様って。
なんかね、どんなことがあっても守っていくよっていう気持ち、それはすごく見えるような気がします。そしてじゃあね、よりが戻ったと思われる5月の時のお相手様の気持ち、はい、もうね、自分の気持ちをきちんと表現して、ね、どれだけブルーのボトルさんのことが大切か、自分の気持ちをしっかり告げたいっていう、まあとても力強いカード出ております。はい、これがね、まあ、1月から5月までの流れを見させていただきました。ブルーのボトルさんはどっちかっていうと、ちょっとこう仕事、恋愛、友達とかがいろいろあるとするならば、恋愛の比重がとても高い方なのかもしれません。で、それでやっぱりこう恋愛が、まあ、恋愛が一番大切っていうことで、やっぱりお相手様と会えなくなってしまったり、寂しい気持ちがこう前面に出ちゃうところがあるのかなと思います。でもお相手様はね、しっかりと思ってくれてるっていうのは出てるので、なんかね、自分の気持ちにやっぱね、これだけね、波があるときっとね、ご自分でも疲れちゃうと思うんですよ。もう少し恋愛以外のこと、仕事、友達、趣味とかね、そういうことを充実させていくと、お相手様ともう少しこう楽な気持ちで、幸せな気持ちでお付き合いできるんじゃないかなっていう、そういう気がいたしました。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ2番のピンクのボトルさん、お待たせしております。はい、今から、まあ、今月の恋の流れ、気持ちということで、まあ、1、2、3、4、もしくは5ぐらいまで見ていこうと思ってます。そして、はい、こちらのカードが、これは見ていただいている方、男性でも女性でも、これはピンクのボトルさんのことを示します。そして、こちらのカードは、お相手様のことを示します。ということで、じゃあ見てみましょう。はい、じゃあ、ピンクのボトルさんとお相手様の、まあ、お互いの気持ち、これからの流れ。さあ、ね、どうなっていくか、見ていきましょう。見ていきます。はい、まず1月のお相手様の気持ち、すごいカードが出ましたね。リングです。まあ素敵。はい、そしてお二人の関係性、ユリ、あら、いいですね。そしてブルーのじゃない、ピンクのボトルさんは鳥。はい、これコミュニケーションのカード、なるほど。はい、じゃあ次ね、2月。はい、お相手様の気持ちがクマ。はい、そしてお二人の関係性は木。なんかね、一緒の家ね、探すとこ決めるのかなとか、なんかそんな気がします。はい、そしてね、ピンクのボトルさんの気持ちが蛇ですね。どうしたんでしょう。ちょっとね、こう嫉妬に駆られてしまったりとかね、ライバルの存在が気になったりって感じなのかな。で、3月が、はい、お相手様の気持ちがフォックス。はいはい。で、お二人の関係性、クモか。どうしたんでしょうね、3月ね。そして、ね、ピンクのボトルさん、太陽、とても大好きと出てます。なるほど。これ3月、4月。はい、これは、はい、お相手様の気持ちはコウノトリ。二人の関係は船。なんかね、旅立ち、新しい出発ですね。そして、わあ、いいですね。はい、ピンクのボトルさん。花というのがあの人への気持ち。いや、すごい強いですね。5月まで見てみましょうか。はい、お相手様の気持ちは庭。二
人の関係性はライダー。はい、そしてね、ピンクのボトルさんは怒りです。なるほど。なんかね、もうなんかこう結婚の約束 してるのかなっていうぐらいのラブラブ度がすごく見えるんですよね。すごく見えて、なんかね、なんか結婚が先なのか赤ちゃんが先なのかわからないんだけど、なんかね、赤ちゃん来てくれるのかなって気がするんですよね、春ぐらいに。いやー、なんかね、幸せそうな未来ですよ。でね、気になるのが、そうね、2月3月かな。2人のね、関係性は大丈夫なんだけど、でもお相手様の気持ちがクマ。そして、ね、ピンクのボトルさんがヘビなんですよね。なんていうのかな、こうお互いに、これね、お互いにすごい好きなんだけど、でもこう、こう変な、これ執着かな、こう執着とか嫉妬とか、こうそういうものがこうお互いに強すぎて、なんかね、お互い恋がなんかこうちょっと消耗しそうというか、ちょっとこう強い、疲れちゃう感じがするんですよね。そうだな、それが気になるな。でもなんかね、もし何か問題があったとしてもきちんと解決できるよと、それが出てるので、もし不安なこととかあったら、こうね、お相手様に、なんかもしなんかね、不穏な影とかが見えたとしたら、きちんとお相手様に言うと、きっとそれはね、すごい誤解っていうのがわかるというか。で、お相手様もこうね、気持ちが、好きっていう気持ちが強くなりすぎてしまって、ね、独占欲だったり自尊心、なんかね、そういうものがをすごく求めちゃうのかなって感じがする。なんかもっと頼ってよみたいな、そういう部分が出てくるのかなっていう意味。こう感情の相違、お互いに好きだし、とっても大切なんだけれども、それがちょっと思いにずれがあるというか、そういう部分がもしかしたら2月ぐらい出てくるかもしれない。で、3月ね、なんかね、とってもね、ピンクのボトルさんはね、むちゃむちゃお相手様のこと、多分ね、世界で一番好きっていうぐらい好きな状態になるんだけれども、なんかね、2人の関係性がちょっと不穏な感じになってしまう。不安とかが出てきそう。で、それはどうしてかっていうと、お相手様の仕事関係とか同僚とか、そういうところになんかね、こう気になるような、あれって思うようなことがあるのかなって思うんですよね。3月ぐらいかな。でもね、まあちょっとこれ後でもう少し見てみましょうかね。ちょっとそれが気になるかもしれないけど、多分それは、なんていうのかな、杞憂で終わるというか。まあどうしてかっていうと、4月からのね、2人、ああ、ちょっとごめんなさい、話が飛んで。もしかすると3月ぐらいに、ピンクのボトルさん、なんかね、妊娠がわかるのかもしれない。赤ちゃんがわかるのかもしれない。そして、なんかね、まだ検査薬とかでまだわからない状態かもしれなくて、なんか、あれって思うような感じがあって、で、4月、なんかね、妊娠わかるんじゃないかなって気がしたりしました。で、そうそう、で、お二人の関係が4月から、ね、船っていう新しい門で。だから、一緒に例えば暮らし始めたりとか、ね、なんかこう、本当に、お二人がきちんと向かい合っていながら、これから新しい人生を進んでいくよっていうような、そういう流れに見えます。そしてね、5月。なんかね、まあ5月1日ぐらいからも早速新しい新生活が始まっていくのかな。なんかね、親戚の人とかも含めて大切にしてくれるのかなとか、お相手様のことをね、とってもこう信頼して、これからも人生頑張っていこうね、みたいな。なんかね、とてもいいんですよ。なんかね、2、3を除いて、1月、4月、5月、ものすごくいいですね。じゃあ、今のお相手様のお気持ち、3月ぐらいに、ちょっとね、こう不安な
感じになるかもしれないんだけど、その時のお相手様のお気持ち、そして5月の時のお相手様のお気持ちということで、ちょっとね、1、3、5のお相手様の気持ちを見てみましょうか。まずは今現在のお相手様の気持ち。はい、そして次はね、3月ぐらい。なんかね、不穏な影とか、ね、もしかしたらあるのかな、どうなのかなっていう時の気持ち。そして5月、なんかね、2人が、なんかもう新しいね、おー、すごいね。はい、カードがポロンと出ましたので、これが5月の気持ち。はい、見てみましょう。今現在の気持ち。すごいね、子供のカードが多いぞ。チルドレン。はい、お相手様の気持ち。そして3月頃の気持ち。ああ、なるほど。はい、セパレーション。はい。そして5月の気持ち。メイクザエフォード。なるほど。お相手様はですね、もっともっと甘えたいのかな、ブルーのボトルさんに。あ、ごめんなさい、ピンクのボトルさんに。なんかね、そういう感じがするな。そして3月ぐらいって、もしかするとお相手様がね、こう寂しがるというか、本当はもっと会いたいんだけど会えないとかね、そういう感じで少しね、心に隙間ができそうな気がする。だからなんかね、話を聞いてくれる同僚とか、例えば先輩とか年下とか、なんかそういう人と飲みに行ったりとかぐらいはあるかもしれない。でもおそらくなんかね、それだけだと思います。そういうことがね、3月はなんかあるかもしれない。でも5月っていうとね、お相手様っていうかね、子供のカードがすごい多いですよね。ね、子供のカードすごく多くて、でここにもね、コウノトリとか出てるし、太陽っていうのもね、そういう意味があるんですよね。だからなんかこう、5月っていうのはね、2人でこれから頑張っていこうねと、でそうすると努力が報われる、なんかね、そういう感じに、なんかね、僕は私は頑張っていくみたいな、そういう、とても、なんていうのかな、これからの人生ね、ピンクのボトルさんと頑張っていきますみたいな感じの宣言をしているような、そういうお気持ちに見えるので、トータルで見るとね、とてもいい流れなんですよ。ただ3月ぐらいにね、なんだろうね、ピンクのボトルさんはものすごくお相手様のことが好き、大好きって出てるんだけど、なんかお相手様の方が仕事で悩んじゃったりとか、なんていうのかな、やっぱりこう同業者であれば分かり合える部分ってあるじゃないですか。そういう意味で、なんかこう近くの人にお相手様が頼ってしまうところがあるのかなって感じがします。そこでなんかね、まあ2人の関係がちょっとだけ雲行きが、3月だけなんかね、怪しくなるかもしれないんだけど、でも4月には、もう4月の3日のね、状況にはお2人が本当にきちんとお互いが前を向いて頑張っていこうねっていう気持ちが見えてるので、そこは大丈夫だなっていう感じです。3月お相手様にこうより寄り添ってあげるといいかもしれない。なんとなく元気がないとかね、なんとなくどうしたんだろうっていう部分があるかもしれないから、あ、どうしたのって感じで、なんかね、もし仕事が違って、なんかね、異業種だから私はね、きちんと分かってあげれるかわからないんだけれども、でも話聞かせてとか、そういうことで言ってあげるとね、なんかこうお相手様としても心が、それだけでもしかしたらすごくこう楽になって、やっぱりね、やっぱり僕には、私にはこの人だみたいな感じで、ピンクのボトルさんのことを大切にしてくれるのかなっていうふうにも思います。これはね、いいと思いますよ。いやー、なんかね、本当にね、結婚とかね、授かり婚とかね、なんかね、赤ちゃんの可能性が私はすごい感じるんですよ、春ぐらいに。いやー、なんかね、お空の上で待っていてくれる
赤ちゃんがもしかしたらいるのかもしれません。そしてね、お相手様の気持ちが今の段階でもリングというカードで、結婚を前提に付き合ってるのかなとか考えてくれてるのかなっていう、もうそこが出ているので、本当に結婚が先か赤ちゃんが先かみたいな、もうそういう感じに私は感じました。いやー、よかったですね。素敵なカードです。はい、これが、2番のピンクの皆様でした。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ3番のゴールドのボトルさん、お待たせしております。こちらカードがですね、この女性のカードは見ていただいている皆様、男性も女性もこれはゴールドのボトルさんを示します。そして、こちらのカードはあの人のことを示すカードとなります。じゃあ1月から4月か5月ぐらいまでのお互いの気持ちやこれからの流れ見ていきたいと思います。見ていきましょう。まずは1月。おっと、お相手様の気持ち、いきなりカマが出ましたね。カマ。おっと、この恋どうなんだろう。ちょっと終わっちゃったり、音信不通になったり、そんな感じなのかな。1月。ああ、そうですか。ちょっとね、カードを先に広げていきます。2月。ああ、でもお相手様の気持ち太陽だよ、2月。で、2人の関係性、ヘビか。で、ゴールドのボトルさんが山。なるほど。はい、そして3月。お相手様の気持ちがタワー。そしてお二人の関係性は無知。そして、ゴールドのボトルさんがフォックス。これ複雑な恋愛だね。4月。お相手様の気持ちは星。ものすごくいいけど、そしてクマ、そしてゴールドのボトルさんがユリか。1234月ぐらいからね、すごくこれ、この恋落ち着いてきそうですね。4月か。で、5月。お相手様の気持ちは船。そして2人の関係性棺桶。そして、ゴールドのボトルさんが家ですか。おっとっと、ほんとおっとっとだね。なるほど。これは、まあ、複雑な恋愛とか婚外恋愛で、例えば妻バレしたりとか、そういうことがあったのかなって感じがするんですよね。で、ゴールドのボトルさんの方は、ただやっぱりね、こう待つことしかできないっていうことで、お相手様のことを信じて待ってるっていう状態が今に見えるんですよ。でも、お相手様としては、一旦ちょっとね、連絡を、なんかね、やめたりとか、2人の関係性を一旦清算したりっていうことが考えられるのが今なのかなと思いました。そっか。もし、いや、今そんなこと全然ないっていう人がいたら、複雑な恋愛でいたら、今月はちょっとね、気をつけてた方がいいかもしれない。そしてね、2月。お相手様としてはね、やっぱりね、ゴールドのボトルさんに会いたいし、連絡取りたいし、やっぱりね、好きって気持ちは封印できないって出てるんですよ。とっても大好きなんだけど、やっぱりこの複雑な恋愛っていうことで、まあ、奥様かな、奥様がドーンっている感じ。で、ね、ゴールドのボトルさんとしては山っていうカードが出てるので、やっぱ自分からはまだ動けない。こう1月よりも、ちょっとね、精神的な辛さが、こうちょっと出てきちゃってるかなって感じ。
この恋頑張っていいのかなみたいな感じで、うーん、なんかこう、なんかひたすら悩んじゃうみたいなね、そんな感じが見えますね。で、3月ぐらい、まだね、2人の関係はね、まだ落ち着かないね。こうね、ゴールドのボトルさんもやっぱりね、奥さんのこととかがね、気になって、やっぱりね、1、2、3っていうと、まだね、2人の関係性は、なんていうのかな、お相手様自身は、こう、今だけなんですよ。ちょっと今連絡取れないみたいな感じの今だけで、2月からはね、すごく思ってくれてる。やっぱ大切な存在だって出てるんだけど、でも、現状がね、まだまだ、ね、こう、ヘビとかフォックスとか出てるよって感じなので、やっぱ厳しい状態だと思います。ただ、幸いね、5月。ね、ようやく、なんていうのかな、こう、2人が、こう、なんか通じ合うというか、求め合うというか、ゴールドのボトルさん自身も、いわゆるこう、ストレスがなく、ようやくストレスフリーになって、ただただあの人への愛情があるっていう状態になっていくのが5月かなって感じがするんですよね。ただね、6月、棺桶のカードが出てるね。1月クロスでね、6月棺桶か、みたいな。で、船のカードと家のカード。もしかするとこれダブルの人とかいるのかな？なんかね、6月、もしかしたら、ね、2人はよりを戻すんだけれども、なんていうのかな、お互いの家に帰るみたいな、そういう決断が6月するのかなって感じ。1、2、あ、そっか、ごめんなさい、6月じゃない、5月ですね。ちょっと6月の流れ見てみましょうね。6月。で、これがね、一時的だったらいいなと思って、ワンちゃんと、魚と、コウノトリ。6月、これは大丈夫だな。7月、道、クローバー、手紙、大丈夫ですね。はい。なんかね、6月、なんかね、お互いのこれ、環境の変化とか、引っ越しとかあるのかな。それで少しお二人の間に、例えば距離ができてしまったりとか、会いにくくなったりっていうこととかね、まあ会社の移動とか転職。なんかね、そういう、まあ大きな変化、外的な変化があるのかもしれない。でも今のところ、6月、7月っていうとお二人自身、お二人ともね、きちんとつながっています。続いています。で、連絡も取れているしっていうカード出てるから、なんかね、時期的に5月っていうのがちょっと会えなかったり、今みたいな感じかな。なんかね、会えなかったり、連絡がちょっとね、取りにくかったりっていう感じになるかもしれないけれども、でもお相手様の気持ちは今よりは、随分、前向きなので、ゴールドのボトルさんがいないと僕は、私はダメだ、みたいな、そういう感じに見えるから、本当今だけなんだよね。2月以降、お相手様の気持ちがとてもこう強まってくる。とてもね、こう、ご自分の中で、やっぱゴールドのボトルさんへの気持ち、それが、この1月の間に会えないこととか、連絡が取れないことによって、こう、ふつふつと、やっぱり自分にとってどれだけ大切な存在なのかっていうのが分かってるような気がしました。だからこう、本当に今だけ、辛いのは今だけかなと。2月以降、まだね、もしかしたらなかなか会えない状態になるかもしれないけど、でも、お相手様としては、絶対諦めないって気持ちがね、太陽とかね、星っていう天体カードがこんなに出てるしね、お相手様の気持ちで。だからね、きっとね、頑張っていけるのかなって感じがしました。じゃあ、今の1月の気持ちと、1月と4月と5月の気持ち見てみましょうか。じゃあまず今、ね、もしかしたら離れないといけないとか、そういう状態なのかもしれないけど、まずこれが1月の今の気持ち。そして4月、ね、まあ、よりが戻った、ね、ようやく幸せって思える時期かなっていう時期のお相手様の気持ち、4月。
4月。はい。そして、ね、5月。で、またなんかいろいろ環境の変化とかあるのかなって思うんだけど、ね、その時の気持ち。とカードがね、3枚ぐらい落ちたから、よいしょ、これは、はい、もう一回、これはシャッフルをし直して、はい、じゃあ5月のお相手様の気持ち、はい、じゃあ見てみましょう。今の気持ち、うん、やっぱり離れてるよね、うん、今はね、離れないといけないとか、うん、こう別れないといけないとか、そういう状態。あの、後ろ髪は引かれるし、寂しさはあるんだけれども、やっぱり今は離れるという気持ちがね、出てる今はね。で、5月ね、この5月の時のお相手様の気持ち、はい、とっても大切にしてくれてると出てます。本当にね、お姫様のようにお相手様から見るととってもとっても大切で、なんていうのかな、守りたい存在、それが5月出てます。そして6月ね、もしかしたらちょっとこの時もね、環境の変化とかで離れちゃうかもしれないんだけど、その時の6月のお相手様の気持ち、うん、はいはい、前向きな気持ちですよ、うん。なんかね、いろいろ忙しくなったりっていうことがあって、例えばお相手様も引っ越しとかもあるかもしれないんだけど、出張とかね、まあそういう風な感じとかになったり、案外行き来があるのかなって感じで、もしかするとゴールドのボトルさんも家庭がある方であったら、ちょっと家のこととかがなかなか忙しいのかなって思えるのが5月でした。でもお相手様としてはやっぱり楽しく、うん、笑顔で早くね、なんかこう美味しいところをご飯食べに行こうよみたいな、そういうこう落ち着いたら行こうよっていうね、前向きな気持ちが出てるから、うん、これはね、やっぱり一時的なもの、むしろ一番辛いのは今かなって思うんですよね。この今を乗り越えたら、お相手様の気持ちはね、たとえ会えなくても、たとえ連絡が取れなくても、きっとね、こう夢で見たりとか、あのエンジェルナンバーを見たりっていうことで、お相手様の愛をきちんとね、感じることができると思うんです、2月以降は。だから今が一番の底で、これから上がっていくよっていう、そういう恋愛になると思っていただいて大丈夫かと思います。うん、この声はきっと複雑な恋愛っぽく見えるんだけどね、見えるんだけれども、それでもお相手様の強い気持ち、2月以降ぶわーっと強い気持ちになるから、うん、そういう意味では安心していただいて大丈夫かなっていう、そういう感じいたしました。はい、これが3番のゴールドの皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。